それでは今日の聖書の箇所を最初にお読みします。創世記の25章の1節から11節までですけれども、1節読んで 5節の方に飛んでいくこといたします。創世記25章1節、アブラハムは再び妻をめとった。その名をはケトラと言った。5節に飛びます。アブラハムは全財産をイサクに譲った。そばめの子供たちには贈り物を与え、自分が生きている間に東の方、ケデム地方へ移住させ、息子イサクから遠ざけ方。アブラハムの生涯は175年であった。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足れて死に、先祖の列に加えられた。息子イサクとイシュマエルはマクペラのホラーナに彼を葬った。そのホラーナはマムレの町のヘト人ツハルの子エフロンの畑の中にあったが、その畑はアブラハムがヘトの人々から買い取ったものである。そこにアブラハムは妻サラと共に葬られた。アブラハムが死んだ後、神は息子のイサクを祝福された。イサクはベール、ラハイ、ロイの近くに住んだ。お祈りします。神様、聖書を通して信仰の父、アブラハムについて学んでまいりました。感謝いたします。一人の人物、しかしよ、遠い昔の人ではありません。今の私たちの父であり、また私たちに語ってくださり、私たちが過つことなく神様と共に生きて歩むようにと今も教えてくださいます。今日も一人一人に神様、あなたが選んだ信仰の父アブラハムを通して語りかけてください。どうぞ私たちが主もべ聞きますと言ってあなたの言葉を受け取ることができますように、はじめにイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題はアブラハムの死です。前回は主のしもべってことでアブラハムが自分の息子イサクに対してお嫁さんを取ること、それに使わされた一人のしもべのことを話をしました。アブラハムの生涯は175年であったと書いてあります。ずいぶん今からするならばとてもとても長生きをしたことになります。でも彼の人生、このように詳しく私たちに書いてくださっておりました。多分彼はカルデアのウルっていうところにおりました。今のイラクのバグダッドの付近になると思います。そこで神様から促されてそこを出たのが60歳か65歳か、あるいは55歳から65歳、本当にわからないんですけれども、そのようだったと思います。そしてカナンに来てまして、彼はそこで10年か15年いたと思います。そしてそれから父親テラが死んだ後、彼はこのカナン地方に下ってまいりました。それは明らかにカナンに入った年齢は書いてます。75歳と書いてます。イスマエルが誕生したのが、これが86歳ぐらい、イサクが誕生したのは大体、これは大体じゃなく、はっきりと100歳と書いてます。そしてイサクを半歳としてモリアの地で捧げたのが、まあこれは私の推定ですけれども、112歳ぐらいと思っております。ですからイサクが12、3歳ぐらいの頃と思います。そしてお妻のサラの死んだのが彼の137歳の時、イサクの結婚が140歳の時、そして彼は175歳で天に帰っていきました。25章の一節に、アブラハムは再び妻をめとったと書いています。皆さんはこの一節に驚きを感じませんか？あるいは不思議っていうものを感じないでしょうか？彼は140歳ぐらいになってるんです。そして妻が死んでからしばらく経ちましたけれども、またここで妻を持ったっていうこと。それさらにそこに何人も何人もの子供たちが生まれてきているっていうこと。6名の子供たちが生まれてきてますね。イサクはなかなか生まれなかったのに、
140歳になってから結婚したらパパパッと子供が生まれたとか、そういったことに私たちは少し驚きを感じます。なぜと思います。彼は信仰の人だったじゃないか、彼は聖人のような人だったに違いありませんと思うことが、実は私たちの考え方を変えてってしまいます。彼は俗地を離れ、この世を離れ、聖人のイメージっていうのを今私たちに持たせておりますけれども、140歳での結婚、あれれれと思ってしまいます。しかしこれは不思議ではありません。まずクリスチャンというものはどういったものかっていうならば、この世から出ていくものでは決してないんです。クリスチャンとは罪と汚れから出るものなんです。聖人になるのではなくして聖なる人になるのです。この意味を私たちは取らなきゃなりません。聖人っていうのはその人が神のようになること、これが聖人という意味ととてほしいんです。聖なるものっていうのは、これは神様の清さの中に生きるものだから、その人が神のようになってるわけではない。本当にいつも不十分だ、不十分だけれども神様の清さの中に生きる人、これが聖なるもの。アブラハムは聖人ではなくして聖なるものに175年間かかって、さらにさらに一歩一歩させられてきた人でした。ですからむしろ最も人間らしくなる、誰かを愛していきたいし、誰かと共に生きていきたい、しかしそれは清い関係を持ってそれをしていくということ。第二テモテの2章の11節に、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きる。そうです。キリストと共に生きるものこそ聖なるもの。そして私たちは不真実であるが、彼は真実である。そうです。私たちは不真実。でも私たちは神様の清さの中に、神様の真実の中に私たちは生きていく。これがアブラハムの素晴らしさだったんです。神様を信じ、神に従って歩んだ生涯、全うしました。彼は普通の人間として、神様を信じる者としての生活をしていく。ですから、目取り、産み、育てる。しかし、世に巻き込まれてはおりませんでした。ヨハネの17章の15節から19節までの間に、今話したことをヨハネがまとめて書いております。イエス様が父なる神様にお願いする祈りが17章でした。その中に、お願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださること、私が世に属してないように彼らも世に属していません、真理によって彼らを聖なるものとしてください、あなたの御言葉は真理です。私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わします。と言いました。イエス様、ここで3つのことを言いました。1つは、悪から守られること。世から出ていくのではなくて、悪から守られること。2番目は、この者たちは世にいる者たちと命は違う。と言ってました。3番目は、これを守っていくためには真理が必要だ、真理によってと言いました。真理とは御言葉です。この世を基準ではなくて神の言葉を基準として生きていくことができるようにと祈っておりました。皆さんの今日の週報の一番裏側のメッセージのところを見てほしいと思います。それはまた具体的ならばこのようなことです。この言葉は荒野の泉ってあります。カウマン夫人がいろいろ集めた第2編の2冊目の方にある言葉なんですけれども、こういうふうに書いております。人生の初めの頃、世界は自分に属していると考えた。その頃の私は私がであった。時が過ぎ、キリストと出会った。
その頃の私は、私とキリストがに変わった。さらに主を仰ぐほどに、キリストと私がになった。さらに歳月が経ち、私の口から出る言葉は、キリストだけがとなった。と書いてます。私が。そして私とキリスト。キリストと私。キリストだけがとなりました。実にアブラハムもこの順序を歩んでいたことがわかります。アブラハムだってとことん私が、私が、私がアダムの子孫ですから、そういう罪人ですから、私がで生きてきたと思います。しかし、ある時から神様の声を聞いて、この出てきました。それもキリストと私がだいぶ近く、私とキリストが、私には子供がいない。神様に従ったなら子供を与えられるかもしれない。っていう、そういった関係。私とキリスト。エジプトに行った時には、私とキリストがもろに出てきました。自分の身が危ないと思ったので、妻サラに対して妹だと言ってくれ。と言いましたね。神を信じてるけれども、自分を守ることが優先しておりました。自分が優先しておりました。エジプトからの失敗を持って帰ってきて、財産が多くて、ロッツたちの間に争いが起こった時に、彼は言いました。お前が最初に選びなさい。私はその後でいいですから。この時になった時に、アブラハムはキリストと私に変わっておりました。そして、さらに、イサクが与えられ、イサクを捧げる。この時には完全にキリストだけが、となっておりました。そのように、私、私とキリスト、キリストと私、キリストだけ。アブラハムの生涯もそうだったんですね。そのキリストだけになったアブラハムの姿を今日読んだところに見ることができます。最初に見ることができるのは何か、何節かって言いますと、5節、6節です。アブラハムは全財産をイサクに譲った。そばめの子供たちには贈り物を与えていきますけれども、彼らを別の方向にやりましたし、そして息子イサクから彼らを遠ざけていきました。ここの譲ったっていう言葉と遠ざけたっていうこの二つの言葉から、アブラハムがこのキリストだけの人になっていることがよくこの知ることができるんです。イサクと他の子供たちを分離しました。そしてイサクに全財産を譲り、じゃあ他の者たちを捨てたかっていうと、多くの贈り物をしたと書いています。財産、贈り物。ここにはこの区別があります。財産っていうのは自分自身の存在を受け継がせる。贈り物っていうのは自分の恵みっていうものを受け継がせていく。そのようになっているの、区別しているの、使い方をしているのかわかりません。情と信仰。これをはっきりと分けております。通常であると、後で生まれた子供がとても可愛いんですね。それは親にとってちょっと余裕があるんです。子供たちに対して。最初の頃は必死の巻きでですね、子供を育ててきますから、なんかあんまり余裕がない。だん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 と、あ、子供ってこんなもんだ、こういうふうにすると喜ぶ子だとかですね、分かってきますから、末の子の方がまた甘えてくれるから可愛い。でも、アブラハムはそういうふうにはしませんでした。イサクは約束の子だったんです。そして、神様にて直接作られたような子供だったんです。他の子供たちは自分たちから生まれてきた子供たちだったんです。ですから、ここに区別するわけはないけど、これは神様の区別なんです。神様の方では明確に区別してたんです。このイサクが後取りになる。後継ぎです。ですから、イサクは他の子供たちと違って、一旦火に焼かれようとしましたね。捧げられたんです。ひとたび、殺されていくっていう、それをイサク自身も体験しておりました。焚き木の上に乗せられていたんです。
アブラハムの信仰、アブラハムのこれが遺産だったんです。子供たちに残す遺産であったんです。それをイサクに引き継ぎました。他の子供たちではなくてイサクに引き継いだんです。それなぜかというならば、アブラハムの私的な思いではなくて、神がそうしなさいと言ってたからです。霊のものを見分けること、これとても重要です。兄弟はみんな同じでは決してないんです。じゃあ差別するっていうそういった意味ではありません。霊的にそこのところはある目において見分けるっていうことはとても重要です。霊の賜物、それを見分けていかなきゃなりません。皆と同じにするのではない、そこの部分においては。100万円の財産あったら5人いたら20万円分けるっていうのはそれはとてもいいことだと思いますけれども、霊的なものは明らかに違います。そういうふうにして分けてはなりません。個人にも私この例えば聖書の中にこの双子のヤコブとエサウが生まれてきました。生まれる前から神様は兄は弟に仕えると言いました。エサウはヤコブに仕えなければいけなかったんです。それは差別ではないんです。賜物の違いなんです。ヤコブに対しては霊的なリーダーシップ。エサウに対してはこの世でものすごく活動できるって印象か、そういった賜物。だからエサウものすごい豪族になりましたよね。そう、賜物があったからです。そして、ヤコブはと言いますと、霊的な賜物をいただいてました。しかし、それが訓練されてイスラエルになるためには、20年ぐらいの時間がかかりました。そして、エサウはヤコブに仕える。霊的に、ヤコブに仕えるときにエサウは祝福される。そして、ヤコブはエサウを重んじるときに、ヤコブは祝福されていく。両方祝福されるんです。ですから差別ではなくて賜物、その賜物っていうのを私たちはいつも見分けていかなきゃなりません。例えば教会だったらどうだろうか。人格的に素晴らしい人が牧師になった方がいいでしょうか。人格的に多少問題があったとしても霊的なことにおいて非常に理解できる、わかる人を牧師にしたらいいでしょうか。心の中で皆さん手を挙げてください。そうすると私も失格になってしまうかもしれないのですね、皆さん今評決は取りませんですけれども、私だったら人格的に多少いろんな結果があったとしても霊的な神様との関係のある人を選びます。なぜならばその人は神様が正すことができます。単なる人格的に良くても霊のことをわきまえるということはこれは別問題なのです。肉体の命、霊の命を混同してはなりません。霊のものに肉は使えるように。肉に霊が使えていくときに、とてもとても陳腐なものが始まります。ヤコブに使える。それはヤコブの祝福を受け取ることになります。イエス様に使える。イエス様の祝福を私たちが受け取ることになっていくんです。霊によってこの世をコントロールしていくっていうこと、霊の賜物を与えられた人、またその賜物を持った人に従う人、しかし同じなんです。何が同じかっていうと、キリストに仕えるのです。キリストに仕える賜物、霊的な賜物を持った人もキリストに仕える。霊的な賜物を持った人の言うことを聞いてそうかと言ってその人に仕える。しかし根本はキリストに仕える。両方ともキリストに仕えていく、これです。27章の7節に、アブラハムの生涯は175年であった。長い長い人生でした。しかし彼の人生、今で学んできましたけれども、全ては益として変えられておりました。しかし自然に益になったのではありません。神は神を愛する者と共に万事を益にしてくださると言いました。
愛するってことはどういったことでしょうか。神様の御心にかなったことを一生懸命やることでしょうか。そうとは限りません。ただ見つめることです。神様を見つめるんです。よく言います、私はよく言うんですけれども、自分自身の失敗とかなんか倒れてもいいから顔を上げて目だけは神に向けてください。なぜならば、私たちの救いというのは、私たちが神様の言うことを聞いて、それのように歩いて、そして神様の近づいていくことではないからなんです。そうではなくして、目を向けるときに、神が私のところに降りてきて、私を抱き上げて、私を歩かせて、ご自分のところに一緒に歩いてください。これが私たちの救いだからです。アブラハムも何度も失敗しましたよ。しかし彼は目を離さなかったですね。8節に、アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられました。そしてアブラハムはマクペラのこのわずか一坪といって、日本風に言うならば一坪の自分の妻をサラを葬ったとこ、そこに葬られていくことができました。アブラハムの人生終わったんですけれども、彼は実は莫大な財産を残してたんです。多くの召使いたち、多くの家屋敷のことでは決してありません。その莫大な財産とは信仰です。信仰。そして11節に、アブラハムが死んだ後、神は息子のイサクを祝福された。イサクを祝福された。何によって祝福したんですか？それはアブラハムが残した財産によって祝福したと読んでも構いません。イサクのこの祝福は、アブラハムが残した財産が、これがものすごい祝福になっていたんです。もちろん信仰という財産です。子供たちが神に祝福される。最大の祝福は子供たちが信仰を持って生きることです。神を主として生きることです。なぜならば信仰がなくては神には喜ばれないんです。この世の能力では喜ばれないんです。信仰が喜ばれます。しかし、父、アブラハムがイサクに信仰を与えたのではないです。勘違いしないでくださいね。父、アブラハムがイサクに信仰を与えたのではないのです。信仰を与えることができるのは、それは神ご自身しかいないのです。ですから私たちが自分の子供に信仰を与えることはできません。子供に信仰を与えるのは、これは神ご自身です。しかしその子供たちが神様を信じるためには財産が必要です。財産。用いるものが必要です。それこそまさに親の信仰。親がどのようにして生きたかってことこそ、子供たちが神を信じる財産になっていくことができます。もし子供たちが、この聖書に書いてることは当たり前だよ。そんなの当たり前ですよ。だってうちのお父さんとお母さんがこうに歩んだから、そうだったもの。ってもし子供たちが言うことがするとするならば、子供たちは親から引き継いだ信仰という財産を使って、私は神を信じるっていうふうにして告白したことになりはしないでしょうか。それこそ信仰の財産です。子供たちがそのように言ってくれることをとてもとても願うものです。さて、アブラハムの足跡、そして皆さんはどんな財産を受けて今来たでしょうか。しかし、うちの親はクリスチャンではなかったという必要は皆さんありませんよ。なぜならば、私たちには信仰の父がいるからです。すべての人にいます。
それこそアブラハムです。そしてまたもちろん聖書の中に出てくるところの一人一人の先人たちは私たちの信仰の父です。彼らの歩いてきたところの一つ一つは私たちにとっての財産です。イエス・キリストを知るために使うべき財産です。それこそ聖書そのものがそうですね、私の手の財産となっていきます。信仰は伝えることができません。しかし信仰をこの持つことが持つための財産を残すことは私たちにできるのです。そしてそうしたいものです。アブラハムの足跡、カルデーのウルから出て行きました。わずかの小さな声だったと思いますけれども、彼はそれに従って家族を連れて出てきました。この父親の寺を連れて行って波乱まで来た時に多分父親の寺が動けなくなったかもしれません。あるいは他の親族の人たちの反対があってさらに住むことはできなかったかもしれません。でも時に経ってアブラハムはまたそこから下ってカナンにやってきました。さらに子供がいませんでしたけれども、この75歳にでカナンに着いてから生まれたのは25年後でした。そしてやっと生まれたイサクを彼は犯罪として殺さなきゃならないというところまで導かれていきました。しかしそこでイサクもまた神様を知りました。アブラハムはこのイサクをこの捧げたって書いてますけれども、じゃあ私たちもですね、焚き火でもして子供を捧げましょうかっていう、そんなことはできませんですけども、しかし日頃できます。それは何かっていうと、神様中心に子供を育てることが神、子供たちを犯罪として神様に捧げ続けることです。これはできるんです。してほしいと願います。どうか自分の考えを押し付けるんじゃない、神を基準として神様に自分が合わせ子供たちを合わせることが、あのモリアの地で子供たちを捧げていくことそのものなのです。ですからイサクも知ってます。自分自身がどのようにして生き返ったか、肉に死んで霊に生きるっていうことをイサクも教えられておりました。身をもって体験しておりました。イサクにとっての財産は父親の足跡でありました。私たちには偉大な財産が残されております。それはアブラハムという財産です。あるいはダビデという財産です。ペテロやヨハネやまたパウロという財産、これは私たちに与えられております。聖書です。そして聖書は私について証をする、聖書の中に永遠の命があると思ってはならない、アブラハムに永遠の命があると思ってはならないし、ダビデにあると思ってはならない。聖書は私についてとイエス様が言いました。イエス様について証をします。イエス、財産を使ってイエス・キリストと共に生きるのです。感謝しましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。アブラハム175歳の人生を私たちに見せてくださいましたことを心から感謝いたします。アブラハムがイサクに財産を残したように、今も私たちにアブラハムが大きな大きな財産を残してくださっております。この財産によって誠の神様が誰であるか、誠の神様とどのように生きていくかを教えてくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。